皆さんこんにちは。デンタルライフデザインチャンネルです。アシスタントの道博です。歯科衛生士のマンダです。本日は今さら聞けないしがちコーナーということで、こちらのご質問をいただいております。プラークコントロールが良くない高齢者への TBI について教えてくださいということで、マンダ先生お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。今日本もですね、超高齢社会に入っていまして、高齢者の患者さんたくさん見ることが増えたと思うんですけども、高齢の患者さんっていうのは様々な原因でプラークコントロールするのが難しくなってくるんですね。例えば手が動きにくくなってしまって、歯間ブラシとかタフトとかが使えなくなってきてしまうとか、そもそもこう動かすのが難しくなってきたりっていう原因もあります。あとはドライマウスになる患者さんも多くおられますので、そういったことが原因で、まあ、あのプラークがですね、硬くなってハードプラークになってしまって取りにくくなったりとか、さまざまな原因がありますので、それらの対処方法についてご説明したいと思います。でまず高齢者の口腔内なんですけども、あのペリオンになっているおられる方に関しては、骨吸収が進んでいて、この根面が露出していることが多いと思います。まあ、そういう方に関しては、まあ、歯間ブラシの TBI をされたり、あるいは場所によってはこういったタフト形状のものも指導されることがあると思います。ただですね、高齢者になりますと、先ほど申し上げた通り、こういう小さな動きっていうのが、手先があのちょっと動きにくくなりますので、こういう小さな動きっていうのができなくなってきます。そうするとこういうタフトとか歯間ブラシっていうのが使用できなくなってくる可能性がありますので、まあ、そういったことも考慮してしていく必要があります。そしてあの手が動きにくくなりますので、その歯ブラシの持ちやすさにもこだわっていただきたいんですが、例えばこういう柄の太いものをパームグリップで握っていただくように指導したり、あとはこういった手元がこうシリコン状になっていて滑りにくいものを指導していただくと良いかと思います。で特にあの高齢者の場合はペングリップで持つことも難しくなってくるので、こういった形でパームグリップで親指のところが押さえがあるような歯ブラシを選択していただくと、より操作性がいいかと思います。そしてあの歯根がですね、露出しているところに関しては、こういった形で根分岐部も露出してきます。でこういったところはですね、毛先が細いもの、例えばこういったシステマ毛のものをですね、使っていただきますと、こういう細部のところまで入ってきます。あの歯間ブラシが使えなくなった患者さんも、こういった細部のところまで到達しますので、このシステナモのものを使っていただくと良いかと思います。そしてですね、あのプラークの正常がドライマウスになると少しずつこう硬くなってきてしまうんですが、そういう硬いプラークになってしまった患者さんというのは、こういう細い毛のものですと、あのどうしても取りにこしが出てきてしまうことがありますので、そういう患者さんはですね、こういうラウンド毛といって先がこうラウンドしているものでしっかりとプラークを取っていただくと良いかと思います。でこういう細部までプラあの毛先を届かせたい、そして硬いプラークにもアプローチしたいといった場合には、このシステマ毛とラウンド毛が両方植毛されている歯ブラシがありますので、こういった歯ブラシを使っていただきますと、細部まで毛先が届きますし、表面の硬いプラークにもアプローチできますので、こういったものもあの患者さんに説明すると良いかと思います。わかりやすいご説明ありがとうございました。今先生動画の中でハードプラークっていう単語が出てきたと思うんですけど、うん、ハードプラークに対して他に何か TBI で気をつけることとかありますか？そうですね、すごくあの強いハードプラークの場合はラウンド毛を使ってもなかなか取りにくいといったこともあります。で一つ工夫する点があるとしたら、その歯磨きの前に、例えば液体歯磨きなどで口の中をこう湿らせていただくと、プラークが少し柔らかくなって、そのプラークが取りやすくなりますので、そういった工夫をされるとより取れやすくなると思います。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん明日からの臨床にお役立てください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも皆様の質問にお答えしていきます。質問がある方は質問フォームよりお願いします。この動画が良かったなと思われる方はいいねボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた次回お会いしましょう。